こんにちは、ジョージ石原です。今回はこちらになります。去年の12月の29日に発売されたプラレールのゴーゴートーマス、パーシー、ディーゼル、カナのお友達セット、これをね紹介したいなと思います。で、まあこちらなんですけど、まあこの3台の2022年の冬ですかね、12年ぶりにフルリニューアルされるアニメの機関車トーマスのキャラクターの顔にね、なってるみたいですね、この3つ。はい。そして、これね、動力車なんですけど、パーシーしか動力車ついてないんですよね。あとは、手転がしの仕様になってます。ただ、パーシーの動力車を、ここに書いてた、付け替えてね、走らせることはできるようになってるみたいです。ということで、ちなみに価格はね、3520円でね、購入しました。えい。オープンということで、まあ中はこんな感じで入ってての、これがパーシーかな、これがパーシーで、これがディーゼル、そしてこれがカナっていうキャラですかね。じゃあまずは一番皆さんが気になっているであろうこのパーシーで、こちらがパーシーになります。で、正面はね、まあ、こんな感じになってて、パーシーがすごい可愛い顔になってますね。そして、まあ、横はこんな感じ。あ、これね、新しいトーマスシリーズの動力車もなんかね、こういうちょっとこう突起が出てるんですよね。そして、6と。で、後ろはま、こんな感じになってて、非常にね、可愛らしい車両になってるみたいですね。ということで、こちら、よいしょ。で、まあ、開けるとね、まあ、こんな感じになってて、このシャーシは、トーマスと一緒ですよね、これ。このトーマスと同じだと思います。まあ、一応念のため、比べてみましょうか。うん、そうですね。シャーシ自体はもう同じ形のね、シャーシが使われてます。ただ、このタイヤとかね、ここら辺のね、色は変わってるみたいですけど。で、電池は単三電池が1本になってての、よいしょ。こうですね。これでスイッチ、おっちょちょちょ、スイッチオンということでね、動くようになってます。で、スピード切り替えはオンとオフしかないです。一応これでも回しておきましょうか。スイッチオン。まあ、こんな感じになってます。で、ここね、これギアみたいにね、これなってるんですけど、これですかね。これと、まあ、この突起を使って、ね、こちらのワクワクプレイランドのね、宙返りにできるね、レイアウトも走るようになっているということですね。ということで、じゃあ次はディーゼル行きましょうか。はい、こちらのディーゼル、まあこんな感じの車両になって、ちょっとなんか顔がね意地悪な顔してるような感じしますけど、基本的にはこのシリーズ、トーマスシリーズは顔可愛くなってますよね。で、横はまあこんな感じ。おー、なかなかコンパクトなね、車両ですよね。で、これ一応動力車付きの写真対応してるということになってての、ネジここなんで。で、これも、はい、開けてみるとまあこんな感じで、こちらには動力車が付いてないということです。よいしょ。じゃ、最後は、カナですかね。あー、こちらも。なんかすごい笑ってますよね。これはカナなんで、キャラクター的には一応説明書いてますね、ここに。そして、ね、超特急の女の子の電車、走るのがとても速いよということで。なるほど、なんか速そうですよね、確かに。このシャーシどちらかというとなんか新幹線とかね、そっち系のイメージなんですかね、特急列車とかね。うん。で、ちなみに、このディーゼル。これディーゼル10とはまた違うのかな、キャラは。いたずら好きなディーゼル機関車だよ、ということで。まあ、そういう顔してますよね。いたずら好きそうな顔してます。そして、こちらね、ちょっと説明遅れましたけど、このパーシーは、トーマスととっても仲良しの機関車だよ、ということでね。前の設定とこれは一緒なのかな、パーシーは。はい。ということで、じゃあ、パーシー、いきます。スタート。うわこの坂もなかなかすごいっすよね、これ。はい、そして、このね、一回転ぐるっと回るやつなんですけど、おぉ。おっつ、おっつ、あ、いけてる、いけてる。あ、ちゃんといけましたね。おぉ。まあ、こんな感じでね、
パーシーもね、トーマス同様こうね、この一回転ぐるっと走るようになってます。わお。ということで、せっかくなんで、これトーマスもちょっとね、一緒に走らせてみるとですね、じゃあトーマス先に行きますね。まあ、スピードはね、だいたいこう同じぐらいで、あいいっすね、仲良く。うわぁ、うわぁっていう。あ、あかんのか。あ、そうか。あ、そうだ。これ一方通行だからね。あ、そうか、そうか。無理なんだ。まあいいや。こんな感じでね。ああ。これ、繋げたら、繋げたらいいんですよね。よく考えたら。ああ、マジかった。ディーゼル繋げて、カナですかね。これ繋げると、よいしょ。スタートー。ちなみに、このぐるっと宙返りワクワクプレイランド。これね、3台繋げると走れません。このね、くるっとターンがね、やっぱ無理なんですよね。そして、ゴーゴー宙返りループ。ひょっとしたらいけるかなと思って試してみたんですけど、こちらもね、無理でした。あ、いける？あー、惜しいなー。惜しいとこまで来たけど。このレイアウトでは、ちょっとダメですね。持ち味を発揮できないので、こう一周できるね、レイアウトに組み替えます。はい、じゃあちょっとこんな感じのね、レイアウトを作ってみました。動力者が今パーシーについてるので、ディーゼルにちょっと動力をつけての、よいしょ。これで行ってみましょうか。スタートー。あ、あ、無理なのかな、あれ。はい、まあこんな感じで。おー、走ってますね。ただですね、これ、つなげると、3枚つかみつなげると、これはちょっとこう、ギリですかね。一応超えたみたいですけど。今度はカナに、動力者を取り付けてと、トーマス。これを取り付けて、競争しましょうか。カナ、ディーゼル、スタート。そして、トーマス、パーシー、スタート。果たして、どちらが早いのでしょうか。今、カナ逃げてます。カナ逃げてます。そして、トーマス、パーシーが追っかける。カナ、ディーゼル。あっと、ディーゼルが転んだ。しかし、転んだけれど、ちゃんと走ってる。あ、パーシーも転んだ。これはどうなるんだ。どうなるんだ。ちょっと、カナ、ちょっと動いてるけど。あ、カナ動いた。カナ動いた。カナ、ゴーって、何これ。何これ。はい、ということで、今回もこちらの、去年のね、12月の29日に発売されたプラレールの機関車トーマスシリーズでゴーゴートーマス、パーシー、ディーゼル、カナのお友達セット、こちらを紹介してみました。まあ、パーシーもカナもディーゼルもなかなか可愛らしいね、感じにはなってると思います。まあ、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということでね、まあ、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。